花咲実監督に出演していただきました。バカになってバカになるんだね。はい、皆さんこんにちは。どうも、はい、こんにちは。雑新チャンネルです。今回はなんと川崎実監督にゲストに来ていただきました。はい、ありがとうございます。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう光栄ですけども、先週ね、加山雄三さんのお嫁においでを二人で歌わせていただきましたけど、やばいね。どうでした？いや、どうでしょう、何もね、いきなり俺に歌わせるという。本当に申し訳ございません。わがまま聞いていただいちゃったんですけど。いや、俺タレントじゃないから。監督様なんで。普通、黒沢明に歌わせないでしょ。そうですね、本当に申し訳ございません。でも、そんな中の監督は特別に歌ってくださいました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。加山雄三さんの大ファンということで。なんだかもう、どうかしてますよね。もう好きすぎてね。まあ、初めに映画作っちゃったのよ、学生の時にね。そうですよね。85年かな。そのタイトルが。いきなり若大将。いきなり若大将。で、俺がだから若大将やってるんですよ。はい、だから特撮映画の若大将なんですね。はい、まあ、歌もあり、はい、特撮もあり、爆発もありっていう、ね。爆発もあり、ね、爆発もあるんだよね。そういう映画を撮って、はい、あと、加山さんのいろんなね、CD とかの解説本とかね。はい、あ、そうなんですね。そういうのも寄稿したりなんかして。まあ、自称日本一の加山。ファン的な感じでね。加山さんって言ったらもう川崎みどり監督。いやいや、そんなことないんだよ。おととし、なんと加山さん本人でトークショーで初めて対等にね、お話しさせて。もう実際お会いしたの初めてみたいな。いや、何回も会ってんだけど、はい、要するに私が何者かという感じで会ったの初めて。ああ、なるほど。吉田照美さんがね、はいはい、加山さんすごい仲いいんで。よくね、吉田照美さん映画出られてますもんね。はい、ロボマン。はい、で、おととしロボマンのね、イベントあった時に、はい、初めて監督川崎と吉田照美と加山さんというね、誰が進む。そして加山さんが俺のいきなり若大将のファンを見せたら、はい、なんかガン見してて、ね、もうトークにならないっていうね。僕もパンフレットもらいましたけど、結構インパクトありますもんね。あったり、その若大将映画ってのはね、はい、日本の青春映画のね、はい、誇りっていうかね、はい、もう頂点なんで、はい、皆さん今の若い方にもぜひって感じですね。まあね、脚本が全く同じなんですよ。18本あるんだけどね。全く同じ。ええ、全部同じ流れ。そう、全部同じ流れで、その設定だけ違うっていうね。だからそれがいいってことですね。そうそう、だからそういうね、日本映画の黄金率というか、はい、ゴールデンルールを使った映画なんですよ。なるほど、うん、何回見てもね、面白いというね。そういう映画なんですよ、若大将映画。ネット世代の方もぜひご覧になってください。若大将シリーズね。はい、はい、ということで、まあね、はい、そんな若大将シリーズありますけども、まあ、監督こそが、僕が言っていいのかですけど、まあ、お若い映画界の巨匠というか言われてるんですよね、多分。まあ、おバカじゃなくてバカ映画、ね。バカ映画か。バカ映画って言っちゃ大丈夫ですか。おをつけちゃダメなんですよ。あ、バカって言っちゃ大丈夫ですか。おう、そう、だからおバカって言うとなんかね、なんかこう、ちょっとなんちゃってみたいな感じなんじゃない。ああ、なるほど。それダメなんだよ。もう、ザ、もうバカ。だ、天才おバカボンって言わないでしょ。はいはい。ね、空手おバカ一代って言わないでしょ。ね、バカ映画。バカバカ、もう何でもだからね、バカになるのはね、はい、尊いんですよ。人間ね。バカと呼ばれないとダメ。バカと天才、神一人だから。なるほど。バカじゃん。ね、バカ映画の巨匠って。まあ、人がね、そう呼んでくれてるからキャッチフレーズしちゃったんだけどね。はい、本当にね、監督の映画も素晴らしい作品ばっかりなんですけど、なんと最新作が最新作ね、公開されるということで。遊星王子。遊星王子。こちら、どのような映画になってますでしょうか。いや、これ昭和33年にね、初めて日本のテレビで宇宙人が、うん、主人公のヒーロー、テレビがあったんですよ。で、もう爆発的に40年大ヒットして、うん、月光仮面の後だからすごい時ってことですか。日本のウルトラマンと仮面ライダーのもう原点なんですよ、これが。あ、それをリメイク、はいはい、リブートさせてもらって、令和にまさかの復活ということでしょうね。俺にとっては相当のね、その宇宙から来たヒーローということで、うん、それが地上の生活に潜り込むというかね、はい、だからそういう、それもゴールデンルールというか、はい、さっき言ったそのお化けの Q 太郎とかドラえもんとかね、うん、それもそういう感じなんですよ、うん、異世界から来た男が、侵入者が仲良くなるっていう、はい、それもゴールデンルール使って楽しい映画にしたんですよ、はい、で、この主演はね、東野翔君っていうね、はい、まあ、2.5 次元系のイケメン、イケメンのね、で、ね、小田奈々ちゃんっていうね、はい、これまたね、美人が出てますからね。あと、帰ってくるウルトラマンの段次郎さん、段さんが君の仲がいい、
世話になっておりますね、新漫画まさか、なんかダンさんが監督の作品にご出演するの初、まあ、初めて。すごいです。だからウルトラマンのプロベスさんとね、ウルトラセブンの森津浩二さんとも出てるんだけど、これで新漫画まではコンプリートです。すごいすごいですよ、もう監督しか多分成し遂げてないじゃないですか、きっとこの、まあ、そうだろうですよね。そうだと思うけどね。いや本当にすごくて、僕あの先日の試写会にね、うん、行かせていただいたんですけども、ありがとう。本当にですね、まあ、監督の作品も他の作品も見させていただいてるんですけども、僕は一番好きかもしれないです。あ、そう。もう全て素晴らしいんですけど、なんか今の時代にふさわしい感じがしまして、バカ映画なのかもしれないですけど、なんかこの前向きになれる感じが僕はしたんですよね。元気が出るとか、なんかこんな僕でも頑張っていいのかなみたいな、そんな気持ちになんかなれるなんか頑張ってみようかな、明日からもみたいな。まあ、そういう映画なんですよ、これ。そうですね。まあ、今は暗い戦争の中でね、うん、これ見てこう笑っていただきたいという、うん、でこれの挿入歌のね、あ、一部を君にね作ってもらったんですよね。そうですね、あのバケーションという曲を、あの主演の比嘉野翔さんにがね、あのアイドルの役もやられてるんですけど、それのね挿入歌の一つとして、ね、であれですよね、多分なんか2曲歌われてるじゃないですか、うん、星空に2つっていうのが多分最新シングル、1個前の多分シングルシングルってポジションですね、多分ね。そう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 。だからあのミュージックステーションとかに出てるっていう、はい、そうそうそう、テーマをね、を作ってもらって、はい、ありがとうございます、ね、あれも非常にいい曲なんだけど、君のね声のキーがね高すぎてね、日向君が歌えなかったんでキーを落として歌ってもらったんです、ね、キーをなんかあの6つ落としたって。だって君が高すぎんだよそうです、すみません。日向さんバージョンがまたダンディーですごいかっこよくて、そうそうそう、劇場でぜひね、そうそうそう、まあ、チラッとしかね、うん、あの出てこないんだけど、まあね、それは挿入歌ですから、うん、ね、バケーションとその星空の2つ、2つ、あの日向さんの歌声がすごい素敵なので、聴いてくださればと思います、はい、あと僕がね、一部分あの大学のシーンでね、あ、ちょっとだけセリフあったね。そのセリフ、あ、ありがとうございます。セリフ一瞬だけ言ってますので、どこにいるか探してみてください。あ、だからあの、8月27日からね、27日から、ヒューマントラスシネマ渋谷、はい、池袋シネマロサで、9月からね、うん、名古屋、大阪と、うん、まあ、全国ちょくちょくやっていくと思うんで、はい、まあ、こう大変な時期ですけどね、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ね、本当に僕はもう本当にすごく見て元気になりましたので、皆さんもぜひ劇場に足を運んでみてください、ね、お願いしますよ。監督、今回本当にありがとうございました、はい、またじゃ あ, あ、ここはねレンタルスペースなので、あ、ルナベースっていうね、はい、レンタルスペースで、今はねなかなかできないんですけど、はい、まあ開けたらね、ぜひね、はい、あのレンタルスペース、金曜日の夜はね基本的に私もいるということになって、監督に会えるということですか。まあそうですね、まあ、開けたら、はい、じゃあまたね、開けたらルナベースも遊びに来てください、はい、ということで、じゃあ監督今回ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで、じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。僕のチャンネルの登録はここ。